皆さん、こんにちは。メディカルリユース合同会社の荒牧と申します。本日の業務お疲れ様です。さあ、本日のテーマなのですが、看護師転職サイトの選び方についてお話しさせていただきます。で、看護師転職サイトいっぱいあると思うんですけど、やはりですね、まあ、それぞれサイトの特徴があって、どういうところを選んでいけばいいのかわからない、そういう方とても多いと思うんですけど、本日この動画を最後まで見ていただければ、転職に失敗しない転職サイトの選び方がわかりますので、もしよければ最後までご覧ください。私は医師や看護師ではないのですが、こちらの感染性医療ハイブリッド装置を主に販売しております。こちらの装置を導入した病院さんは2年で6000万以上の削減につながり、またこれから炭素税が始まりますので、 CO2 自体あまり出ませんので、炭素税対策として年間300万以上のコスト削減にもつながります。もしよければご検討の方よろしくお願いいたします。ですので、私の YouTube チャンネルでは主に看護師さんの悩み、また転職についての情報発信をしておりますので、もしよければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。で、続きなのですが、今日はですね、転職サイトって言っても、まあ、看護師さんの転職サイトものすごく多くて、もうどれを選べばわからない、まあ、それぞれ特徴いっぱいあるんですけど、で、じゃあ失敗しないための転職サイトの選び方なんですけど、で、失敗しないっていうのは、結局、転職サイト失敗するってことは、実際転職してみたけど、いい病院ではなかったとか、なんか転職サイトの方が面接の日を勝手に決めてやってしまったとか、そういう失敗が結構あったりします。じゃあ転職サイトどういうとこを選んでいけばいいかというと、まずはじめにですね、多くの看護師さんが何している転職サイトを選ぶっていうことなんですけど、これはですね、やはり満足ですよね。まあ、どんな人でもやはりお客さんが満足しているところを選ぶっていうところです。これもですね、やはりこう口コミを参考にして、今の転職サイトにやはり登録する、看護師さんたちが満足している転職サイトを選ぶっていうことがとても大切です。で、そこでやはり注意して見ていただきたいのが、口コミを参考にして必ず見るようにしてください。まあ、全て、まあ、満足が全て言っているサイトっていうのはそういうのはちょっとないんですけど、やはりものすごくこう看護師さんたちが満足している転職サイトを、まあ、登録して転職活動するようにしてください。で、次にですね、ここで転職サイトって言ってもいろいろあるんですけど、何個かの転職サイトにやはり登録するっていうことです。で、これは最低でも何個以上登録したすればいいかっていうと、これはですね、3個以上登録するようにしてください。まあ、最低でも3個ですね。で、なんでこれ3個以上登録しとかなきゃいけないかというと、やはりですね、いろいろサイトによっていろいろありますし、転職サイトといえば、その転職の担当者の方がつきますので、それで比較することができるので、いろいろ転職サイトにですね、まあ、最低3個以上登録するようにして、転職活動するようにしてください。で、次にですね、次によくこの転職サイトでやっていくと、その担当者に合わないっていう場合があります。この方と合わないなっていう場合もありますので、で、担当者の人と合わないなって感じたら、我慢しないで変更してください、違う方に変えてくださいっていう感じで伝えなければいけないので、そういう時はですね、担当変更メールを必ず送るようにしてください。で、まあ、さすがにですね、転職サイトの方に、あなたは嫌ですので他の人に代わってくださいって、そんなストレートに言ってはちょっと逆に失礼になってしまいますので、で、一応そのメールの書き方っていうのは下のちょっと概要欄に貼っときますので、それをちょっと参考にして、まあ、そのままコピペして、で、名前の部分をちょっと変えて送るような感じで例文を載せておきますので、もしよければそれを活用してみてください。次にですね、それでも担当者が変更されない場合もあります。やはり、まあ、なんかしつこくですね、ちょっと担当者が変更されない場合もありますが、そういう時はですね、何に変えるかっていうことなんですけど、他のサイトに変えてください。
他のサイトに変える、退会するとかそういうことをして他のサイトに行くっていうことをすればいいので、ですのでですね、やはり先ほども言いましたが、3個以上に必ず転職サイト登録してください。じゃあいろいろ3個以上登録するように、複数の転職サイトを登録するようにとは言ったんですが、やはりですね、注意しなきゃいけない部分があります。でここで本当皆さん、ここものすごく重要になっていくんですけど、転職サイトで同じ求人に何応募に注意ということなんですけど、これは重複ですね。要するに同じ求人のところ、同じサイトで同じ求人のところを登録しないということです。でもしですね、これ同じところにそういうことをしたらちょっと病院さんに迷惑かかってしまうの で、その理由といたしましてですね、じゃあどうすればいいかというと、他の転職サイトの担当者に、ここ重要になってくるんですけど、複数転職サイトを登録していることを必ず伝えてください、はじめに。でそう言っとかないと、言わないとですね、他社が宣伝することを知らずに同じ病院に何することがあるっていうことなんですけど、これは連絡される場合はあります。そうするとですね、病院としてですね、ちょっとご迷惑、この転職サイト、ここに転職する病院さんにですね、ちょっとご迷惑をかけてしまう場合がありますので、必ずですね、本日のちょっと重要なところなんですけど、複数転職サイトを必ず登録してますってことを伝えて、それで初めにですね、必ず伝えて転職活動をするようにしてください。で本日は看護師転職サイトの選び方についてお話しさせていただきました。で私の方でですね、転職サイトの選び方、おすすめの転職サイト、こちらブログの方書いてありますので、もしよければそれを見ていただいて、参考にしていただいて、転職サイトの方を登録して転職活動の方を行っていくようにしてください。転職活動頑張ってください。本日は以上です。